そうか。はい、それではツールド北見番外編神切りデスマッチの、出場する2人の意気込みを聞きたいと思います。まずは千葉くんです。どうですか、負けないように頑張りたいと思います。お願いします。ありがとうございます。負けたらどうしますか。坊主にします。続いて安岡道太くんです。意気込みは無理無理無理いやでもさあ第2には立ってます。まあ一応走れますけど体調としては絶不調です。負けたらどうしますか。坊主にします。以上です。それでは沿道で多くの観客が見守る中、今神切りデスマッチ用意スタート。頑張れ。行け。頑張れ。安全安全。おっ。こけんなよミスター。練習に励んでいったと思います。シーズン終わりにモジャスポーツさんの皆様にいい報告ができるように頑張りましたので、応援よろしくお願いします。合宿お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、合宿の感想を。まあちょっと課題もだいぶ見つかったので、まあ、もうシーズンまで残りわずかなので、まあこれから菅平とエポックとちょっとファーストとセカンドが離れになるんですけど、まあ、ここでチーム離れチーム一丸となって、まあ一人一人やること明確だと思うんで、シーズンに向けて突っ走っていきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ走って帰ってください。はい、頑張ります。明日帰るよ、はい。また来年も来てくれるかな。いいと思う。なんでやねん。元気でいろよ。